どうも、昨日の深夜2時半ぐらいまで名古屋のショーパブで仕事をして、えー、ちょっと二日酔いの状態で朝帰ってきて、そして、えー、午後に関係順一級を受けてきた芸人の菊クです。はい、ということですね。 えー、関係準一級3回目の合格。今回はですね、私が一度も取ったことのない190点以上、190点台の合格を目指しての、えー、受験をしてまいりました。はい。そしてまずはですね、す、え、べ、ー、ての関係受験者の皆様、お疲れ様でした。2024年度第1回ですね。 今回からね、なんかあの、文部科学大臣賞とかもね、加わったりしましたから、なんか、もしかしたら受験のね、方式とかも変わるのかなと思ったら、関係順一級に関しましてはね、あんま変わってなかったというか、ほとんど変わってなかったんでね、形式自体はね。あ、形式はこのままで行くんだなと思いましたね。えー、ということでね、私の関係受験史上初めての、やや二日酔いという状況でね、まあ,あ、の、消防部っていう場所なんでね、 たまにお客様がね、お酒とか振る舞ってくれたりすることがあるので、それはね、あ全然誰も悪くないんですよ。はい。そういうね、システムですし、えー、私が勝手にそのスケジュールにしたんでね、何の問題もなく。別に実際ね、試験の出来にそれはそんな影響しなかったですね。だから若干眠かったってのありますけど。はい。ということで、関係準1級受験のね、そうですね。まあ、今日は本当にあの編集もしないで、当日なんでね、感想を出したいと思いますけれども。 そうですね。まず全体的なこの換金順位級の印象としましては、うん、前回がね、なんかちょっと難しかったなんていうね、評判でしたけど、どうですか私的には結構素直な問題が並んでいたんじゃないかなと。特に四字熟語の書き、そして対義語、類義語、個字、ことわざ、そんなになんていうのかな、トリッキーなものなかったんじゃないですかあの、実際私ですね、あの、同級生と一緒に受け入ったんですね。 あの小学校の時からの同級生と受け入ってでその彼は1回目の準級合格を目指してるんですけど1回目の準級初めての準級合格を目指した2回目の受験だったらしいですけど、えー、その同級生の彼いわくもう、うん、前回よりは簡単だったんじゃないかという手応えだったそうですからそうですね比較的素直な問題が並んでたような気がします特に最初の読み問題30問とかねそうですよねそんな感じですよねまあちょっとねそうだな 書き取り問題の同音異義語毎回ね、ある程度難しいね。音読み系のね。なんか、創生っていうのがね、3つ並んでるんですけどね。そう、そうも性もいろいろあるでしょいやらしいよね、そこね。創生のね、対義語、類義語ね、私ね、3つ中ね、下手すり2個間違ってる可能性がありますね。うーんで。それだけでも4点マイナスだもんな。で、そうだなぁ。まあ、よく難しいと言われる、あの、共通漢字ね。 共通の漢字はどうだし、どうですかね。もう間違ってたとしても1個かなって気がしますね、私はね。えー、そして、えー、確実に間違ってるだろうなっていうのが、えー、前回も難しかったあの、字訂正ね。間違った字の訂正。誤字訂正は1個確実に全く分かんなかったんでね。それは間違ったかなって感じですね。えー、で、文章題もまあ簡単だった気がしますので、まあ私の手応えとしましては、はい、190点では目指してますけど、 180点は取っただろうという感じですかね。うん、9割。180点は取ったでしょう。私が、そのて、決定的な書き間違いとかねい。あの、あの、回答欄間違うとかなければ。そうかな、と思いましたね。で、190も可能性ゼロではない。うん。190も可能性ゼロではないが、書き問題ですでに間違ってるだろうというのは3つあるので、現時点でマイナス6点は多分確定してるので、最高でも194点になっちゃうからね。 で、あと、なんだかんだで間違いがあるから、まあ、そうですね。やっぱり、180代後半から190代ギリギリ、190点ギリギリのラインの戦いになるかなってことで、えー、自己採点するかどうか今のところわかんないですけど、まあ、目標に向けては、えー、可能性はある。が、なかなか、そうね、微妙なラインですね。という。 はい、感じになりました。でも180点は取れただろう。そして、えー、問題の印象としては、えー、少なくとも前回よりは、皆さんもどうですか皆さんの感想を書いてください。私ちょっとね、1級合格者なので、ちょっとね、準1級に関しては、あの、ちょっと、基準がおかしくなってるところがありますので。うん、素直な問題が並んでいた気がします。はい。そしてですね、えー、なんでした何を語るんでしたか、ね。あ、あとね、思ったことはですね、あれですね。うん、これは関係受験者全員にいたい。 書き慣れた、書きやすい鉛筆もしくはシャーペンを用意すべきです。今回ね、意外と時間がね、問題が難しくなかったと思う割には、あの、時間があんま残んなかったのは、うまく書けないのよ、あれね。結構尖った硬めのシャーペンで言ったんですけど、なんだろうね、紙にさ、紙がちょっと肉厚じゃないそれにね、ぐってこう、 ように書いちゃうんだよね。そうするとね、なんか、筆圧で持ってかれちゃうんだよね。そうすると、あの、この2本の線を書くのがさ、こう、重なっちゃったりして、ああ、ここ被っちゃったから消さなきゃって言って、消すんだけど、もう、その、後がついちゃってから、もう一回同じラインいっちゃったりとかしてね。何回も同じかん感じ書き直したね。あー、まあ、もう、あ、ちょっとついちゃった、ちょっと出ちゃったって。だから、あの、勉強も大事ですけど、直前になったら、一番書きやすい。 そして芯が折れにくいとか、ね、程よい太さのとか、鉛筆でもシャーペンでもね、あのー、結構ね、準備した方がいいですね。はい。僕当日初めてあの、シャーペン持ったみたいな感じだったからね。それまであの、電子で、電子のやつで書いてたからさ。うーん、いや、そうね、シャーペンとか、意外と鉛筆いいかもしれないですね。ちょっとシャーペンだとね、芯が細くて硬いから、あの、紙、厚紙を削っちゃうよね。うん。もう、 消しゴム消してもなかなか消えなかったりしたんでそれは準備した方がいいかなと思いましたね。はいということで皆さんも「関係順位級」どんな感じだったかななんていうのもよかったら書いてみてください。そして私の関係順位級の結果に関しましてはそうですねえー、っと1週間後くらいにとりあえずあれが模範解答出るのかなそしたらまた模範解答の採点をするかもしれませんしまあ今後の合格だなんだとかあの 受験結果のね、合否発表は間違いなく報告しますしね、そちらも楽しみにしてください。そして、えー、今日の前日ですね、昨日の夜にですね、えー、前回の動画でも告知しました、富士テレビのモノマネ紅白歌合戦の私のね、中井貴一さんのモノマネしながら、ってか見た目しながら、GACKT さんの歌を歌うというのがオンエアされてましたね。見てくださった方、コメントくださった方もいました。ありがとうございます。これがね、うん、あの、GACKT さんの歌をあんながっつりね、 歌ったの12年ぶりぐらいなんですけど、テレビでね。前回はガクトさんのファンに割と怒られたりしたし、自分でもまあ納得があんまりできない出来だったんですけど、それから12年の時を経ましてですね、えー、非常に評判が良かったです。はい。あの、エゴサーチをね、したところですね、えー、中井貴一、ガクトとかで検索するとね、あの、うん私のテレビ出演の歴史上、割と、 評判はすごく良かったんでね。はい。割と良い,い出来だったんじゃないかなと思いますので、もしまだ見てない方は TVer とかで見れると思いますので、そちらの方もモノマネ紅白歌合戦の、そうですね。2時間ある番組の中の、うん、90分後ぐらいのとこですね。後半の方に私出ておりますので、顔と声マネ、声マネ、顔と声のギャップがあるね。顔と声が不揃いなモノマネをしてますので、よかったらそちらの方もチェックしてください。そして私の関係順一級の結果にもまだ ご注目くださいいませはいね、編集しない感じでしゃべるとねこういう <laughs> なんかこうおぼつかないしゃべりになった感じしますけどね今日編集しないですからはいということでひとまず皆様関係受験お疲れ様でした私もやや二日酔いが残っているので寝ます以上きくりんでしたお疲れ様でした